スポーツで社会価値を創造する、サトシの部屋へようこそ。今日はですね、特別版ということで、もうすでに映ってらっしゃいますけど、選手ではございません。実は皆さん、ドクターであり、薬剤師の方であり、とにかく今日はですね、ちょっと趣向が全く違いますけども、このような、面々とお送りしたいと思います。なぜまずこういうメンバーでですね、ここに今映っている方と言いますと、実はですね、今度の9月の6日の試合が、イエローグリーンスペシャルマッチということで、実はこのタバコの煙を吸わない吸わせないといった活動を、今ここにいらっしゃる先生方がされておりまして、我々スポーツ界としてでもですね、ぜひこのプロジェクトに参画をして我々ができることをしていこうということで、この試合のスペシャルマッチに決まりましたということです。ですので今日はイエローグリーンキャンペーンって一体何ぞやというところをですね、先生方にお聞きしながら、それぞれ先生方 のいろんなご立場があると思いますので ご意見をですね、伺いながら、最終的にはいわき FC として今後何ができるかなというのが分かるような会になればいいなと思いますので、先生方よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず自己紹介といいますか、いわき市医師会会長の、先生から自己紹介をそれぞれしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はじめまして、いわき市医師会の会長を務めております木村守和と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いわき市医師会の副会長で、この秋に11月に日本禁煙学会が郡山市であるんですけれども、その実行委員長をしております斉藤道也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いわき市歯科医師会の会長を務めております秋元秀典と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いわき市薬剤師会会長をしております深津正義でございます。斉藤先生と同じで、禁煙学術総会の副実行委員長をさせてもらっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずですね、木村先生に、まずイエローグリーンとは何ぞや、受動喫煙させないしないさせないですね、ということでどういった取り組みなのか、今日本でも法律が強化されていて、ちょっとその辺の活動の根源となるようなことをお話しいただけますか。はいはい。イエローグリーンという色はですね、受動喫煙をしたくない、させたくない、大切な人をタバコの煙から守りたいという意思を表示する色です。我々の活動は福島県内で、福島県医師会や多くの企業と連携しましてイエローグリーンキャンペーンを展開しています。ここにありますようなバッジであるとか、それから作っていただいたリストバンドであるとか、イエローグリーンのものを表示して私たちは受動喫煙をできるだけ少なくしなくしていきたいという活動を展開しております。9月1日から5日、あと日本禁煙学会が開かれる11月13日と14日はいろんなところで、イエローグリーンのライトアップなどもする予定でおります。いわき市が今の時点で、健康指標と言われるものがあまり良くない、状況にあります。大倉代表言われてましたように、子どもさんが運動をするところから始まって、やはりいわき市の市民がですね、健康で、生き生きと生活してほしいということで、こういう活動は非常に重要だと思って、展開しているところです。ありがとうございます。道也先生が我々の実はスポンサー様でもいらっしゃるので、下の名前で道也先生と呼んじゃうんですけど、先生難しいんだな、これは禁煙学会学術総会実行委員長、はいはいはい、されてますけど、はい、具体的にどんな取り組みを、はい、日本禁煙学会は多くのですね、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他一般の方も入っていらっしゃるんですけども、やはり日本からのタバコの問題、意外にですね、もう子どもの頃からですね、もう生まれてすぐから実は受動喫煙にさらされ続けている日本、実
はそこに非常に大きな問題がございまして、日本 の、 その疾病構造に大きな影を持たれているんですね。そういったことにしっかりと取り組んで声を上げている学会です。今年の秋は福島県医師会長の佐藤武久先生を大会長として、本来ならば全国から数千人規模お集まりいただけるような形で準備してたんですけども、まあ、今回こういうコロナの問題もあってですね、ハイブリッド開催ということで、会場には400人ほど限定で入れて、あとはウェブでいろいろなコンテンツを配信してですね、多くの最新情報ですね、研究発表を流して皆さんに提供したいと思っています。今回その一環としてですね、こういうその受動喫煙、非常に多くの問題を、まあ、我々いつもこうこの歯科医師会、薬剤師会、医師会取り組んできたんですけども、声が届かなかった世代に届かせたい。で、今回こういう形でコラボできたことは、若い世代や若いお母さん、お父さんたちに少しでも声が届けばいいと思います。ありがとうございます。ちょっと秋元先生に聞きたいんですけど、歯という立場、歯科医師という立場で、はい、この受動喫煙というのはどのように捉えていらっしゃるんでしょうか。まず、受動喫煙の前に喫煙の問題ですね。それで、歯科的にあんまり関係ないんじゃないかと思われがちなんですが、歯周病を悪化させるファクターとしては大変重要なファクターなんですね。歯周病を発現させて悪くさせる、喫煙されない方よりも2倍から8倍ぐらい、発現率を多くさせるとも言われてますし、まあ、結局はあと初期の段階は普通、リンゴをかじると血が出ませんかとか言いますけれど、喫煙されている方っていうのは、出血しないんですね。歯肉が硬くなるものですから、ニコチンの作用によって歯肉が硬くなって出血しないものですからね。初期の状態で、あんまりこう自覚症状がなくなってしまって、それがその後すごく重症化してから、来院されるという方が多いんですね。歯科的にはそういう方、口の中はそういうのがありますので、すごくこう喫煙は悪いものだということですね。で、自動喫煙となりますと、意外と皆さんご存じないと思うんですが、お子さんの口の中の歯肉の色が茶色くなってしまう、メラニン色素が沈着したりして、変化するっていうのを自動喫煙のせいじゃないかと言われておりますので、やっぱ小さいうちからやっぱ自動喫煙のある環境にいますと歯肉の色も変わります。そういうことを言われておりますので、歯科的にも、自動喫煙はやっぱり問題となっているところであります。ありがとうございます。それでは赤津先生、はい、薬剤薬という側面で、はい、いかがでしょうか。禁煙、自動喫煙、両方のともそうなんですが、私たちどうしても薬局で扱う薬用がメインになるんですけども、今現在これに関するものとすれば、ガムだったり、貼り薬だったり、あと飲み薬だったり、中にはもう薬局で薬剤師さんに相談すれば買えるもの、あとちゃんとお医者さんにかかって処方してもらってもらう飲み薬、今成功率等の問題はあるんですが、いろいろなことで禁煙の指導を医師、あと看護師さんのお手伝いができるような活動をしているのがまず一つと、あと、まあ、私たちだと大体今処方箋を扱う薬局がほとんどなんですが、処方箋を持ってくる患者さんのお薬手帳というので、服薬状態をチェックするんですが、中にはもう禁煙は絶対いけないっていう人を健康状態をチェックしたり、そんな形で、その受動喫煙、禁煙の方に働きかけています。あと、まあ、先生方と若干こう角度が違うのは、はい、どっちかというと薬局というのは敷居が低いので、はい、皆さん気軽に話しかけてきたり、はい、先生本当は、まあ、お医者さんには止められてんだけど、やめられないんだよねみたいな話の声を聞けたりして、こうネットワーク、実際今いわきのネットワークで歯科医師会、歯科医保健所と薬剤師会とでネットワークを組んで患者さんの情報を共有して、禁
当なんか皆さん一体となってやっている活動だなと改めて思いますけど、今の時代って先生県とか見てみるとやっぱりどの世代がタバコを吸ってるんですけど、タバコもいろいろなんか変わってきてるじゃないですか。なんかそういったデータっていうのはあるんですかね。なんか若い子たちが吸ってるとか最近は吸ってないとかって、なんかそんなデータって生まれなんですかね。そうですね、基本的には喫煙率でどんどん下がってます。下がってはいる、はい、50年前 60% だと今も 18% ですよ。ところがやっぱり若い世代ですよね、はい、意外にその20代、まあ、10代後半っていうとちょっと問題があるんですけど、特に女性の若い女性の喫煙率が高いし、はい、30代、40代、お子さんがいる世代の喫煙率が30、40と高いんですね。で結構体を気遣う50、60になると喫煙率が下がる。逆にね。はい。若い女性にというか我々は最初にこう働きかけて、それがこう浸透していくといいなと。なるほど。若い女性の場合、はい。でも、選手とか知ってる人まさかいないんじゃない？いや、いないと思います。で思いますいや、ね、昔はね、わかるんですよ。だけど、今はまず吸ってないですね。J リーガー、プロのサッカー選手もだいぶそういうのになくなってると思います。走れないんでしょ？いや、マジでしょ。やっぱ健康、本当に気遣おうと思ったら、やっぱそれはタバコは吸えないですね。歯の検査も僕らするんですけど、歯見たらわかりますよね。わかります。わかりますよね。わかります。だから、多分大丈夫だと思います。タバコは吸っちゃ基本いけないの当たり前ですけど、だって魂に鈍くね、この活動してて走り続けられるんですか。そういうことではないと思います。だから昔はなんかやっぱその突き詰めるレベルも多分違ったし、今もフィジカルスタンダードがほんと世界の上の方に行ってるので、だ食べること寝ること、トレーニング、サプリメントだっていう、そこにタバコは絶対入ってこないんですよ。だから時代はちょっとそういう意味ではスポーツ界も変わってきてますよね。で我々なんか子供たちにスポーツ教室をやってるんですね。でそれで、まあ、以前三ツ矢先生も話していて、今福島県の肥満度が高いとか、子供たちですよ、スポーツ庁のテストの結果が悪いとか、運動時間、運動空間がないとかって、でそんな話を三ツ矢先生と知ってた時に、結局もっと本質的なことを言うとタバコだよと。タバコの煙吸ってたらいくらそんなことやったってっていうような話は、なるほどなと思ったんですよ。だからやっぱりちっちゃければちっちゃいほどにそのタバコの煙を吸うっていうのは、まあ、当たり前ですけど良くないんですよね。それはね、間違いないな。そうですよね。だからやっぱり吸ってる人たちがどんなに認識できるかっていう、ある意味コロナと一緒ですよね。うつさないっていう自分の自覚をどこまで持てるかっていうのだと思うので、我々としても本当にこの活動を、まあ、スポーツという世界ですけどやっていきたいんですけども、もう一度ちょっと木村先生をお聞きしたいんですけど、なんか僕らにこう期待する、スポーツ界に期待するようなことって、やっぱり どんなふうに思われるんですか。そうですね、私、医師会ではですね、はい、国もそうなんですけど、はい、小学生とか中学生に、はい、がんについて学んでもらうような授業をやるっていうのが今、取り組まれ始めてて、がんについて、私も今年、子供にとってはちょっとね、まだ子供にとってはかなり遠く見えるんですけど、はい、私も自分の講義をやってるところの、はい、小学校で、はい、今年3回目になるんですけども、はい、まあ、アニメ形式で、アニメで、博士がこう解説をしていくようなものを見てもらったりして勉強したり、はいはい、あとは実際にがんになった人が、はい、どんな自分がこう悩んだ、がんの治療を受ける前に悩んだとか、その後家族の助けで、それを乗り越えて今職場で認められて働いているっていうようなこともコメントも出てきて、それを小学生とやり取りすると非常によく分かってくるんですね。だから子どもの頃にやはりこう正しいこういう教育ですね、やはりタバコはもう絶対にいけないんだとか、あるいはがんにならないような、あるいは病気のことをよく知って健康に生きることってすごい大事なんだっていうことを子どもさんに伝えることはすごい大事だなと思います、ね、我々はそういうような形で小学校に行ったりしてやりますけれども、また、まあ、東日本大震災もですね、どうしてもこう子どもさんが外で活動ができないような時期が結構長かったので、そういう影響は今の
若い人に少し影響残ってると思うんですけど、はい、まあ、いわき FC さんの取り組みをお聞きしてですね、はい、やはりあの子どもさんの体も動かして健康づくりをするという、うん、そういう取り組みの中で、まあ、ちょっと場合によってはね、我々みたいなものに声をかけていただいて、健康についての話もちょっとね、そんな長くなくするとか、そんな取り組みを一緒にできればいいかなと思って。ですよね、昔がんの話なんて小学校とか知ってないと思うんですけどね。そうなんですか、それ絶対知りませんでした。ありがとうございます。みちゃ先生はどうですか。そうですね、木村会長言ってるんですね、はい、いかに若い時にそれが必要かって、そこに声が届くのが、僕は今回最初に言ったんですけど、こういういわき FC さんとコラボできたってすごいと思うんですよ。で、いろいろ調べても、こうプロスポーツ界って今までどっちかっていうとタバコを売ろうみたいなことにこうスポンサーすることのが多かったんですけど、こういうふうにしっかりと健康に向き合った、これすごく大きな一歩だと思うんですね。日本で初めてだと思うんですね、こうプロスポーツとしてこういうことではっきりと物を言っていただいた。そうですね、我々もみならず、ここから、ね、どんどんこう横展開が広がっていくというところも大事ですし、多分まだ J リーグの中でも地域活動を実はしているところもなかったメンバーだから、非常に僕らとしても大事な取り組みとしてやっていきたいなと思っていますので、ぜひまた一緒になっていけたらなと思います。ね、木村会長、すごく今後そのスポーツでいわきを活性化したい。福島県浜通り活性化したいというのは、我々たちと理念は一緒ですもんね。そうですね、やはり大変素晴らしい活動だなと聞きて思ってますし、やはりそのスポーツも、まあ、人々の健康をね、健康な体づくりに尽くしていく、あるいは子どもさんにそういうことを教えていくということで、非常に意義深い活動だと思ってますし、まあ、私たちがなかなか本当に、まあ、斉藤先生言ったように、私たちがこう自分たちのところから発信するのとこう全く違うフィールドに、はい、もっといろんな人たちが、サッカーの好きな人たちが、まあ、親子で現れるところでこういうことが展開されることを、私は本当にありがたく思っております。ありがとうございます。ちょっと本当に一番最初きっかけで、みちゃ先生の方からこういう世界があるんだよっていうことを聞いたときに、僕らもちょっと分かんなかった視点だったんですよね。なるほどなと、タバコは悪いなと思いながらも、その煙とか子どもたちの成長にとかっていうところで落とし込めてなかったので、少しこう僕らのやってる活動にさらにここを深くこうちょっと肉付けしながら、さっきおっしゃったように講習とトレーニングとかもあるかもしれないし、そんな活動をこれからしていきたいと思いますので、9月の6日初めて我々のリーグ戦がお客様を入れられる状態になりまして、コロナの影響でいろんな意味で1500人しか入れられないところがあるんですけど、ここにあるタオルをですね、先着1000名様お配りいたしまして、試合前に掲げていただいて、この緑、じゃあなんでイエローグリーンなんですか。これイエローグリーンっていうのは最初佐世保でですね、はい、始まった市民活動のスタートの色なんです。ずっとそれ以来自動喫煙防止の色がイエローグリーンなんですね。そうですね、はい、今日椅子もグリーンしてもらいましたし、ここにもグリーンがあります。いずれライトアップしますので、岩木市もね、なんか5月、6月にライトアップをしてね、やられたみたいですけど、これから僕らもそういった活動していきたいと。先ほど岩木会長が言ったリストバンド、これも先着1000名プレゼント、すごいと、そこにあるシュシュ80個、これは女の子しかあるんです。これは1000円で売るんですよね、はい、これはタダでこのリストバンドをお送りします。急いで来ていただいて、これを試合前に掲げていただいて、この活動をみんなで広げていきたいなと思いますので、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。はい、何か言い残していることありますでしょうか。いや、この活動において重要なことは、はいはい、岩城 FC さんが勝つということですよ、はい、さあ最も重要なこと最も重要なことそう、先生からのプレッシャーありがとうございます。今のところ2勝1敗で、なんとか乗り切ってきてますね。雨はね、いいところ。先輩、コロナ出ちゃいましたね。ね、一人出ちゃってです、ね、まあ、広がんなかったらよかったですけど、まあ、そんな今、変則の年なので、ただ、目先の試合、初めてお客さん見られるので、頑張って、このイエローグリーン、我々のユニフォーム赤ですけれども、グリーンに染めていきたいと思いますので、ありがとうございます。
すみません、本日はあの夜遅くにですね、あのお仕事の後に来ていただきまして、ぜひ6日の日も来ていただいて、皆さんお伺いしたいと思いますので、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。